ネルの通貨レディオ。この番組は恋と友情、あなたの笑顔、通貨レディオの提供でお送りします。YouTube をご覧の皆様こんばんは。通から出るボーカルギター吉田貴信です。ベースは清水光太です。ドラム山岸亮です。通から出るの通貨レディオ第10回目の放送でございます。お願いします。やいやいやい、第10回目、それは最終回ですね。そうです、うん、レギュラー放送最後の、梅雨明けたね。やったよ、ついに。本当梅雨の話しかしてこなかったからね。ここ数回ね、うん、梅雨が明けました。明けたね。天気良かったわ。いや、良かった、ね、ま、最終回が、うん、美しい最終回が、有終の美を。そうだね、天候全然関係ないんだけど。ということでね、最終回も普通にやっていきましょう。やっていきましょう。じゃあメールをちょっと多めにね紹介したいと思います。はい、お願いします。ラジオネーム、ズーカラデルにメガハート。ズーカラデル大好き、もう好きで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 たまらなく好きだ。本当ディスってんの？本当に書いてるよ。そっか、そういう風に読むやつ。ラジオで聞くズーカラデルも、 YouTube で動くズーカラデルも、ライブで見るズーカラデルも、みんなみんな大好きです。いつ何が起こるかわからないので愛を伝えました。ちょっとキャラ変わったよね、最初。アユみたいになってたね、最初。いや、でもありがたいですよ。ありがたいね、本当に。いや、そういう皆さんに支えられての我々の活動でございますな、うん、はい。じゃあ続きまして、どんどんメール読んでいきましょう。はい、お願いします。ラジオネーム、ミント色のミトンさん。ミント色のミトンさん、ズーカラデルの皆さんこんばんは。先日こんばんは。こんばんは。こんばんは。先日はインスタライブありがとうございました。初めて聴けた転がる優しくてとても素敵な曲でした。部分的にしか今は思い出せませんが、特に歌詞に惹かれました。私にとって大切な曲になりそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。新しい曲ね、そのインスタライブで、うん、弾き語りでやったんですよ、うんうん、あれはいい曲だわね。ね。あの、みんなに聴いてもらえてよかったです。なんかインスタライブもさ、あれよね、弾き語りも、まあ、やっていくとして、うん、あの3人で出て、なんかまあ演奏がなかなか難しいにしても、うん、なんかね、いろいろできたら楽しそうだよね。そうだね、そうだね。そう、ということでインスタグラムのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、続きまして、ラジオネーム、ヤムヤムさん。ヤムヤムさん、タカピーさん、コタポンさん、リョッチさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。番組が始まってからずっとメールしたいと思っていたのですが、なかなかテーマに対するいいアイディアが思い浮かばず、もたもたしているうちに最終回だなんて、とっても寂しい気持ちでいっぱいです。あらあら。ズーカレディオは台本からタイトルコールにナレーション、ジングルや効果音に至る細部まで全てメンバーの皆さんの手によるものだったので、ラジオ局の番組とは一味違った温かみが感じられる、とちょっと特別な番組でした。あ、いっぱい噛んじゃったな。ありがとうございます。かっこ私は特にお気に召したが、お気に召していました。お気に召したボタンね。お気に召したボタンね。あれも押してみたら、お気に召した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 。最後だからね、閉店セールで大盛り、大盛りだよ、大盛りで。そこへの録音もね、面白かったよね、うん、何もこう音も鳴ってない状態でお気に召したって何回もマイクに入れて、ね、何パターンも撮って、それでどれがいい、どれがいいみたいな話をね。そう、ポップガードとかつけちゃってね。つけちゃってね。もっとこれリバーブ深くした方がいいんじゃないかとか言いながら作った、いい思い出ですよ。はい、じゃあ次のメッセージいきます。ラジオネーム、元テルノさんかな。元が漢字、テルノさん。あ、もともとテルノさんだったってことなの。そうだったかな。初めテルノさんではない。
はじめてるのさんかもしれない。はじめてるのさんじゃん。ゲンてるのさんかもしれないです。あ、なるほどね。ズカラデルの皆さんこんにちは。愛してます。あら、あらあら、あら突然なんだい。私はバイトもしていないお金のない高校生です。趣味は手紙、切手代が半端なくて常にお金がないです。あ、いいね、うん、いい趣味。そんな中、ズーカラデルの CD 発売の話が舞い込んできました。お金がない私はお母さんから来月のお小遣いを2000円前借りしてパソコンでポチります。すると弟もやってきました。どうやら弟も某バーチャル歌手のグッズをポチるみたいです。 お母さんが元テルノは2000円前借りしてズーカラデル買ったんだよと言うと、弟はもっと必要と言いました。そして弟は1万円超えのオタクグッズをポチりました。弟覚悟だね。すごいね。一体何ヶ月分のお小遣いを前借りしたのでしょうか。しかし私たちにとって歌というのはとても大切なものです。こうしてズーカラデズーカレディを聴いてるだけでも幸せですが、深めに応援するためにはお金も必要ですということですね。これからも楽しい企画待っておりますと書いてくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当に曲を聴いてくれるのはね嬉しい、うん、いややっぱお金はさないから、お金ってないものだとは思うので、うん、CD 買ってくれる、ポチてくれたのめちゃくちゃ嬉しいですし、うん、あとはもう本当にこう YouTube を再生したりとか、あとサブスクでも実は聴けたりもするから、うん、そういうところでこの音楽に触れていただけると、なんかそのね、うん、こう苦しい懐事情でできることって限られてると思うんですけれども、そのなんか自分の無理のないところでいろいろやっていただけると本当に嬉しいですので、うんうん、ぜひぜひお願いしたいなと思ったから今言いました、うんうん、ますますねインスタライブとかで音楽聴いてもらえるのであればね、こちらも、うん、もうちょっと多くできるようにね、そうだね、ちょっと整えていきたいね今後。これからもよろしくお願いします。お願いします。よし、次いきます、はい、ラジオネームおわんさん。おわんさん、おわんさん、ズーカラデルの皆さん、おばんです。おばんです。おわんとおばんなのかな。以前も投稿させていただきました、北海道出身のおわんと申します。はい、はい、先日のミニアルバムの発表おめでとうございます。ありがとうございま す, います。早速予約させていただきました。らガランド、ズーカラデルさんらしいとても素敵なタイトルですね、うん、小鳥さんが撮影されたジャケットも本当に素敵で、今からミニアルバムが届くことが楽しみで仕方ありません、うん、CD の特典が CD 最高ですね、うん、そうだ、またいつかライブでお会いできることを心待ちしておりますということでした。特典といえばそうだね、そうね、先週さ放送した段階だとまだ撮ってる途中だったじゃない、うんうんうん、で、それから1週間経ちまして、はい、レコーディングが終わりましてね、やったよ、もう出来たてほやほやの特典 CD がありますので、イエーイ。でなんかせっかくここまで聞いてもらってさ、まあいいニュースも出してきてるからさ、うん、なんかこのラジオ内で後で特典 CD 一部ちょっとかけてしまおうかなというお、ね、気持ちでございます。踏み切ろうここは。踏み切ろう。いや、やっぱり思った以上にいいものができてしまったからさ早く聞いてほしいんだよね。そうだよ、そうね、どこかでねお聞きいただこう、うん、どこかで、どこかでね、どこかでね、うん、ということで楽しみにしていてください。謎の痛みと歩く、もう
送りしましたのはお知らせソング集ボリューム1からズーカラデルで春のためにでした。すぐかけちゃうじゃん。ちょっとかけたくなっちゃった ね。どうしてもやっぱこうなっちゃうね。いいよね、よく撮れたよね。よく撮れたね。よく撮れたよ。そうツイッターでこれは過去にアップした曲なんですけど、うん、レコーディングし直すにあたってまたアレンジなんかも変えちゃってさ。そうだね、今こうちょうどフェードアウトしたけどギターソロなんかが入っちゃったりしててね。ね、そう、本当はさそのパートこう某バンドの曲の、うん、完全なるオマージュをやっていただけれ完全なるオマージュ変な言葉だそのねオマージュの部分もまたちょっと形を変えたりして、ね、そうだねオリジナルバージョンとして生まれ変わってるから、うん、ぜひぜひそこまでね聞いていただきたいな、うん、あとあれだね、こう曲撮ってみてさ、あの曲並べてみたらさ、やっぱりこの方がいいんじゃねってなって、あの曲順変えました。変えましたね、前回言ってた曲順嘘でしたね、うんうん、いやでもなんかいいよ、ちゃんとこう作品っぽくなったなと。そうだね、ただふざけてるだけなのに、うん、そう、ぶっちゃけて言うとさ、あの予算的にはもちろんその正 CD とはこうちょっとまあ違うというか。そうだ ね、 そうね、お金も時間もそうなんだけど、うん、ただ情熱で言えばさ同じぐらいでね。そうだね、さらに使った楽器で言えばもしかしたらこっちの方が多いかもしれない楽器の数、そう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 、そう楽器の数で争うのであればこっちの勝ちかもしれないわ確かに今ジャケットもね、ジャケットというか CD の盤面だね、うん、もうまあ簡易的なものにはなると思うんだけど、うん、それをイラストをね、なんと吉田氏が画伯が書き下ろし、うん、一生懸命書いてますよ今。はあ、楽しみ。タコ仮面とか。何？タコ仮面とか。タコ仮面書いてます。タコ仮面。タコ仮面とか書いてあるので、ぜひぜひこれ楽しみにしてほしいなしか言ってねえな俺。いやどんどんね楽しみになってるよ。そうだね。タコ仮面、うん、煽っていこう、タコ仮面。続いてはメール紹介のコーナーです。当番組では3つのメールテーマ用意しております。教えてお塩とちょっと聞いてよ怖い話、みんなで作ろうオリジナル幻獣図鑑の3つです。では皆様からの回答を紹介していきましょう。まずは教えてお塩と、はい、皆さんの生活の中で聞こえるお気に入りの音を紹介させていただきます。はい、教えてお塩とのコーナーいきます。はい、ラジオネームリコリスさん、リコリスさん、タカピーさん、ゴタボンさん、リョッチさん、こんばんは。こんばんは。私のお気に入りの音は夏の水筒の中で揺れる氷のカラカラカラという音です。ほう、この音を聞くと暑さでジリジリした心が落ち着くようなリラックスした気分になって、私にとってはちょっとした癒しの音です。いいね、うん、それはいいわ。わかるよね。わかるね、めちゃくちゃもうストレートに分かったわ。うん、あと氷にね、アイスコーヒー作る時とかさ、うん、熱いコーヒーを氷の上からかけたりして、うんうん、パキパキパキみたいな、あ、音とかもいいですよね。いいね、やっぱ音って大事だよね、うん、そのただただ熱くてもさ、風鈴の音が例えば鳴ってるだけでさ涼しく感じたりとかもするじゃない、うん、する、うん、するね。そう、風鈴の音ってさ、うん、あれらしいよ、外国の方が聞いたら、うん、結構怖い音らしいよ。何かを連想するってこと？いや、どうなんだ、ちょっとこう不安定な感じがして、音程が、そっか、心配になるみたいな。そうだから音って大事だよね。そうだね、文化によっていろんな音があるんだろうなっていうのを、うん、突然言いたくなったんだよ。わびさびわびさびわびさびということで、ということで次行きますか。続いて、ちょっと聞いてよ怖い話、皆さんが経験した怪奇現象や心霊現象をメンバーがポップに解明します。
はい、ラジオネームみーさん、みーさん、みーズーカラデルの皆さん、こんばんは。こんばんは。最終回とても寂しいです。お三方のトークに毎週癒されていました。毎週ではなくてもまたラジオを聞けたら嬉しいですということです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ちょっと聞いてよ怖い話。我が家は昔から家族旅行というと東京でした。しかし東京に行くたびに父の歯が抜けたり欠けたりするのです。お、東京に呪われているのかもしれません。怖い。一度ならず二度三度と続くとさすがに怖くなりました。旅の途中で、ことが起こるので父はそこから旅行どころではなくなってしまい、かわいそうでした。かわいそうだよね。それはこれ二度三度起きたってことだよね、きっと。そうだね、うん、東京行った時に抜けたり欠けたり、結構な確率だよね本当に。うん、いや東京に呪われてるのかい。いや、はい、それを解明しないといけないよ。そうだね。いやまあでもこう歯が抜けたということはさ、うん、きっと体にとってそれはあの歯が良くないものだってことになってたんじゃないの。ほら、うん、人体ってさ、うん、こうデトックスするから、うん、お、歯が健康じゃないぞってなってポロンといったのかもしれないしさ。そっか、健康じゃない歯の状態でさずっといると結局さ、なんか歯の神経ってから顔中全部通ってるみたいのって聞いたんだこの前、うん、で結構やっぱり歯ってかなり人体に大きな影響を及ぼすみたいなさ話も聞いたことあるからさ、うん、そうなる前に体がこう排除してくれたんだろうねきっと。じゃあそうかもしれないよ。あのね、逆に東京によって守られていたのかもしれないよね。そうだね、そういう神様が東京にいて、いかんいかんっつって歯を出せ歯をっつってね。いやまあ、うん、こう事実とかけ離れていたらお父さんには大変失礼なことを言ってるけれども、ね、うん、まあでもきっとそうだったんだな、うん、だから安心して東京は友達だよっていう風に思っていただければいいんじゃないかなっていう気はしますね。うん、うん、解決、解決おそらく。ということでございました。では次いきましょうか、はい、みんなで作ろうオリジナル幻獣図鑑、はい、皆さんが考えたオリジナル幻獣、その名前と生態について教えていただきます。そして紹介していく中で吉田の金銭に触れた幻獣にはお気に召したボタン、お気に召した、こちらが押され、吉田画伯がその場でイラストを描いて発表いたします。今まではさ、ここで描いたあのイラスト化された幻獣は次週のタイトル画面に出てきたんだけど、もう次週、まあ、今後のさ放送予定がないので、うん、なんかせっかくいただいたお便りをそこで使うのもなというので、ちょっと最後はまた初心に戻り、我々でね幻獣を生み出していこうというふうにね、おしましょうよ、しましょうよ。もう最後にふさわしい、最後にふさわしい。じゃあこれ幻獣名を発表していいですか。お願いします。ぜひ、幻獣名はビヨンドジエンド。めちゃくちゃかっけえな。どんなんなんですか。これはね、あのビヨンドっていう幻獣とジエンドっていう幻獣が2体いて、はあ、それがまあコンビなのね。なるほどね、コンビ型。そう、コンビ型幻獣で、でまあ普段はもう別々で各々生活はしてるんだけど、その2匹が一緒の場に現れた時に終わったとされていたものの続きが始まっていくというね。ファンタジーな、ファンタジーな幻獣なんですよ。鬼滅の刃の新刊が出るみたいなこと。そうそうかな、終わると決まって、そう、配給のその後が出てくるとかね。すげえな、すごいな。そう、笑っていいともが始まるとか。そうそう、そういうことよ。あ、タモさんも働くね本当に。トリビアの泉が始まるとか。見たいなね。なるほどね、はあ、ビヨンドとジエンドがいるわけだ。だからまあ2体
吉田さんには書いていただきたいわけですよ。なるほどね、うん、ビヨン、わかりました、お願いします。はい、書きました。おお、ビヨンドとジエンド、こちら。うわ、あらあら、ビヨンだね。ビヨンド、ビヨンド、そう、ビヨン、ビヨンドしてるよね。もうビヨンドはこれでしかなかったよ、うん、ジエンドはもうだってもう断末魔を上げてるような顔だ、ね、そうだね、食べようとしてるのかな、ね、これは。そう、あの多分ジエンドにあったらビヨンドがジエンドなんだろうなと思います。食べることによって2人が一つとなって何かこう新しい爆発が起きるのかな、不死鳥みたいだね。あー、なるほどね。え、じゃあビヨンドはもう一度命を得るの？いや、一回終わってまた始まるんじゃないの。そう、またこう新たなビヨンドとジエンドが生まれるんだろうね。はあ。最後にふさわしい幻獣でしたね。終わりは始まりのなんとかというやつですね。そういうやつですわ。そういうやつですわ。まあ彼らがまたこのラジオも生み出してくれるのかしらね。可能性はね、泣きにしもだよ、この感じは。そういう雰囲気を出してるよ。ということでね、うん、はい、はい、皆さん今までたくさんお便りありがとうございました、はい、ありがとうございました。あの最初に読んださメールでさ、うん、なかなかこうメールを送れなかったって言ってる方もいたじゃない、うん、あれはねその方のせいじゃなくて我々がちょっと難しいテーメルテーマを常にさ用意してたからなんだよ。こんなオリジナル幻獣図鑑でさ幻獣教えてくださいなんてないよそんなないんだから。ないよね。その中でも一生懸命ね考えて送ってくれていただいた方、まあ、このコーナーだけにじゃなくてね他のも、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。また無理を言わせていただくタイミングはあると思うので ね、その際はお付き合いいただいて、はい、まだそのこの番組がない期間もオリジナル幻獣について考えることはやめないでいただきたいですね。そうね。宿題出してるよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、6月から始まったズーカラデルのズーカレディオ、はい、これにて終了となりますが、終了、あの最終回関係ないんですけどね、はい、つい昨日の話なんだけどさ、うん、僕初めてさインターネット上の掲示板に書き込みをしましてね。あらあら。と言いますのも、僕最近ポケモン GO をずっとやってて、ずっとやってるね、やってるね、ずっとやってて、でなんかいろんなこうこのミッションこなせばこの道具もらえますよとか、うん、っていうのが常にあってね、うん、でその中にフレンドを3人作るとかっていうのもあって、はいはい、でもう僕の手当たり次第の友達はフレンドになってくれてて5人ぐらいね。手当たり次第になってて5人ぐらいもうこれ以上無理だと思って、でポケモン GO のフレンド募集の掲示板に行って、友達になってくださいって自分のフレンド番号入れて、うん、都道府県の任意のところもちゃんと東京都って書いてね、そういうところをちゃんと誠実に行きたいからさで経験値稼ぎたいです、よろしくお願いいたしますってあのちゃんとさ雑な結構雑な文章の人とかもういるのよ。なるほどね、そういう場だからって、うんうん、匿名だから。そう、僕は匿名でもさ実際にもうきっと会うことはないだろうけど、でもやっぱりさ向こうに人がいると思うとさ、うん、ちょっとめちゃくちゃ緊張してさあのどうかこう悪い印象は持たれたくないからさ経験値欲しいですとね。そう、正直な正直にあなたとフレンドになりたいんじゃなくて私は経験値が欲しいんです経験値が欲しいので友達になってくださいっていうのを書いてさ、うん、まあそういうのを書いておけば、いや
私も経験値だけ欲しいんだっていう人が集まってくるわけだからね。そうだね。いや、それで来たのよ申請が。でね、今フレンド数がね16人。すごい。すげえ。そう。掲示板。めっちゃ増えた。3倍じゃん。そうだね、3倍になったわ。経験値いっぱいもらえた。よかったね。よかったよ。よかったね。で初めてこう人生で初めてすることをねあると人生の経験値も上がりますから。あら。あらあら。いいこと言いましたね。トマトがよろしいようで。はい。なんか2人はなんかした？これはね、最近楽器を買ったら、うん、ウクレレがついてきて、スネアを買ったら、うん、なんかウクレレお店10周年記念で、うん、こういくら以上買った人のうち1名にこれが当たるよみたいなのをやってて。うん、そんなわけないだろうと思ってたんだけど、本当にウクレレ当たりましたって言ってきて、あら今もうコード4つ弾けるようになっちゃったわ。うわもうなんか1曲弾けるじゃん、そしたらね、4つあれば弾けるよ、ね、そうだね。ウクレレついてくるってすごいね。結構面白いよね。ウクレレがついてきたって言える人って世の中にそんなにいないそうだねついてこないんだからウクレレなんて、ね、結構ちゃんとしたやつで嬉しかったな、うん、次のレコーディングはね完全に。そうね、コタポンも持ってるからね。ね、そう、僕らのじゃないよ、ソプラノどんな間違い僕ソプラノ持っててさ、よっち当たったのコンサート用、ね、だからこうね、2人で奏でられるよ、ウクレレビオの曲、うん、はい、トカピオ。そうね、昨日なんだけど、うん、本当にこうむしゃくしゃして世界に対してのヘイトがマックスになったからね、ピザ頼んで、あ、いいね、パスタも頼んで、あら、ジュース飲みながらパーティーしました、うん、わ、いいね僕もこの前体調悪かった時ピザ頼んでさ、ピザってそう、ピザってさ回復、全回復アイテムだよねそんなアイテムだったっけ、ピザ、ね、ピザ嬉しいんだから、うん、ヘイトは消えたの、それでヘイトは全然消えなかったけどいやでもピザ美味しかったわ、うん、体調が回復するだけなんだHP 回復の、ね、そうだね、うん、ヘイトが溢れてきたところで、はい、終わりです。終わりにしましょうまたどこかでお会いできたらいいですね、うん、近い将来にね、うん、それでは、皆様はヘイトなど、あんまり多くためないうちに、うん、こう解消するなどして元気にお過ごしいただければ幸いでございます、うん、お体にも気をつけて、お送りしましたものは、続かれているギターボーカルの吉田貴信と、ベースは清水光太と、ドラムの山岸亮でした。そして最後にお届けいたしますのは、ズーカラデルでダンサーインザルームという曲でございます、皆さんどうもありがとうございました。せーの、さようなら。さようや、二人だけのダンスを少し空いた時間に。